はい、どうも、ドラキング2128です。どうも、ね、いつもお世話になってます。いや本当にあのね、ポポソラ一家様のお父様、ね、お母様のさくら様、そしてね、ご子息のサラさんにね、娘さんのみーさん、本当にね、今まで本当にずっと楽しい動画、本当に楽しみにして、本当にね、楽しませていただいてます。いや本当にありがとうございます。本当はね、ポポソラ様一家がね、こう元気でこう楽しくね、こう実況動画してくれて、本当にね、それが本当人生、まあ、私にとって人生の本当に楽しみになってまして、本当にね、こうやってポポソラ様と知り合えたこと本当に感謝してます。でそれで今回はですね、まあちょっと私とあともう一人 のポポソラファンの方と二人で、3DS のそれとマリオカート7で、これからの、ね、今まではポポソラ様のおかげでその人とこう知り合うことができたということで、その感謝の気持ちを込めて、これからのポポソラ一家様に、この私とそのもう一人のファン、ポポソラファンの方と二人でこう、そのマリオカート7で対戦する動画をちょっとお見せしますので、どうかね、4人でどうかね、応援よろしくお願いします。もちろんあの他のね、ポポソラ一家様以外の方もぜひね、応援してください。ね、応援してみてください。はい、ではこれからね、試合始めます。どうも、ポポソラ一家の皆様、あと、それ以外の方で応援してくださった方々、本当にどうもね、応援ありがとうございました。で、じゃあ皆さんにちょっと、ちょっと話しておかなきゃいけないことなんですけども、もうお気づきの方もおられると思うんですけど、3DS っていうのは、カメラや、テレビや PC と違って、直接録画はできないんですよね。要するに、3D のゲームを録画するには、必ずデジカメで直撮りしないと、録画できないんです。それで、まず、言い訳はしません。言い訳はしませんが、一応、そういうことで、実は私ずっとカメラを通しながら画面見てましたんで、やっぱりそうするとなんか遠近感がちょっと違うんですね。やっぱり、そういうことなんで、本当はもっと素晴らしい戦いを、ね、もっとすごいデッドヒートをね、本当はすごい、あれ、面白い、すごいエキサイティングなレース展開、だったはずだったんですけれども、ちょっと私の方がどうしよう遠近感がつかめないためにちょっと不甲斐ない試合してどうも皆さんすいません、ポポソラ一家様、他の皆さん本当にどうもすいませんでした。本当にごめんなさい、本当にね。でも私はそれなりにね、遠近感がね、分からなくてもそれなりに全力で頑張りました。はい、あとね、今回対戦してくださった方は本当にすごい方なんですよ。実はですね、ポポソラ一家様も、もう気づき、正体ね、
対戦相手の正体のことももう分かると思うんですけど、こういう方はマリオメーカーで、マリオファミリーで全自動だったかな、なんかそういうので、なんか江戸川コナンさんっていう、まあ、ニックネームで、それでなんかそうジャンプだ、なんかキラーの砲台からこうジャンプ台を出して、それでなんかこうマリオのキャラが次々とこう変化していく、そういうすごいなんかね、すごい全自動を作られた方でして、でしかもその方は本当になんかね、他にもいろいろなんかすごい、なんか最近なんかまあなんかクッパジュニアのアイコンなんか手作りなんか作った方で、なんかもうすごい芸術性のある方、本当に素晴らしい方なんですね。はい。で、まあ詳しくね、まあそういう感じで本当にね、あれして、まあ、対戦相手のね、方、本当にどうもご協力ありがとうございました。で、最後にポポソラ一家様の皆様、これからも本当にね、体に気をつけて、ぜひこれからもぜひ我々を楽しませるような楽しい動画どうか、これからもどうぞね、無理ない程度にどうぞよろしくお願いします。あとソラさんにミンさんもちゃんとお父様やお母様の言うことを聞いて、ぜひ自分の夢に向かって一生懸命勉強を頑張ってください。本当にどうもご視聴ありがとうございました。